世田谷大館屋敷は、彦根藩世田谷領の大館を世襲した大場家の指定、かつ役宅で、大場大館屋敷とも呼ばれる。現在の東京都世田谷区世田谷一丁目に置かれた。1952年に東京都指定史跡に、1978年に大場家住宅主お及び表門の二棟が重要文化財に指定された。大の屋敷は、はじめ元宿にあったが、 天正の始め頃に現在の場所に移された。現在の建物は、その後、七代の森政が1737年に建て直したものである。1739年に森政が大官になった際にその指定が大官屋敷となったため、世田谷大官屋敷は公の陣屋ではない。現在の敷地内には、工実する表門と母屋の他に、おしらすの玉砂利が、 知らす跡として残され、世田谷区名木百選に選定された樹高19メートル、幹回り2.85メートルのタブの木も立つ。尾も屋表門は、ボロ市の開かれる通称ボロ市通りに面して立つ。尾も屋は約70坪で茅葺き、寄せ胸作りである。1952年11月3日、屋敷が東京都旧跡に指定される。 1959年2月21日、東京都史跡に指定外される。1967年2月に解体復元工事に着手し、同年5月20日に竣工した。1978年1月21日、母屋と表門が重要文化財に指定される。大葉家の屋敷は、元宿にあったが、大葉信久とその着難防火地の時代。 天正年間初頭に現在地に転居した。大化け邸宅の不審記録の所見は、信久から数えて七代目の大場六兵衛森政が建て替えた際の1737年である。森政は、彦根藩から米105票を借用して邸宅の改築を行った。森政が大官に登用されると、法歴三年には書院座敷を増築し、居住部分を改修した。 1804年には10代当主、大場屋十郎慶雲が書院座敷を建て替えており、慶雲は1815年に内蔵を建てている。開園年間には11代当主、大場純之助影長が2階座敷を増築し、その際には名主詰め所が設けられた。1923年には内蔵が建て替えられた。近代には、主屋内部の姿が次第に変化したが、 1957年には解体修理によって王子の姿に復元された。書院座敷は敷地内の別の場所に移築されていたが、同1957年には埼玉県入間郡諸山町の新しき村に移築されている。書院座敷は大場や十郎慶雲の建て替え以前から、豚屋屋敷の公用座敷として、公役人の接待や宿泊場に必須だった。 大官職となってからは奉公や法要などの功用が増加したため、一層重要となった。森政が法歴3年の再改築を起とした重要な要因の一つとされている。原文2年には座敷と称されていたのが、法歴3年には書院座敷と称しているあたりにも、その事情が推察される。世田谷大場家は、幹部兵士大場影地下の子孫と伝えられる。 鎌倉時代、大葉や次郎坊久氏が、平家の家臣となり、武蔵区に世田谷に移り住んだ。大葉家の初代代女越後守の武は、吉良四天皇の一人として、武名を挙げたが、平家の没落を契機に土着、昨能することとなる。1578年頃に、当時の世田谷新宿に居を移した。当初は、元宿に京を構えていたが、楽市が任居されて、以降、 着南劇、某マサルと共に、城宿に移り、定住することとなった。1633年、いい家が、世田谷領15家村を領有することとなった際、信久の着村森永が15歳にして、世田谷大館に任せられた。森永は20歳にて没し、大官職は、同族の大場一之将の家系が継承する。その後、宋家大場家は、 世田谷村名主や世田谷塾の問屋役を代々継ぎ、七代、森政が大破した住居、座敷を七百三十七年と七百五十一年の二度に渡り、再建内市は補修、現在に残る世田谷大館屋敷が完成した。七百三十九年、蕎麦屋四人目の大場一之将が、年組能の罪で罰せられ、電播家、家財没収、追放等の処分を受け、 宗家大場家の森政が、洋賀村名主伊田平兵,兵衛と共に大官に、登用された。事後1830年までの約90年間、宗家大場家が大官役を務めることとなった。大場家十代目の当主、大場屋十郎は1794年、一代限りとして、私分に取り立てられ、彦根藩士となった。その義理の息子で十一代目、当主、 純之助の代になると世襲が認められることとなった。ありがとうございます。